優しい男。モーニングデューって朝露っていう。朝露。え、食うっていうのが私のって。私の。私の朝露って言われてないですか。ちょっとだから和訳のタイトルを紹介すべきかどうか迷う。私の朝露ってどう取っていいかわからない。そうですよね。ですよね。柴さんの色会社で。鳥はちょっと考えないひわいになっちゃう。ワイヒーな感じ。ワイヒー。ワイハワイ。ワイハじゃない。ワイヒー。ワイハーとワイ、ワイハでワイヒーも、ね、こんな素敵な曲なのに、ね、優しい、うん、心洗われるからね。これ流しちゃっていいですか。あ、はい、行きましょう。あ、これ、あ、え、あの、それ私パンフレットいただきます。あ、どうぞどうぞ。いい、あ、はい、ぜひ来てください。最近みんな壊れてるの、スキャナーがなんかな、写真に撮って載せるとか、ナットさんから引っ張ってくればいい。そうそう、生活さんのところにもファイルはノックアップされてるから、うん、あっちで、あの、あっちのやつを PDF をダウンロードして、そうですね、貼っつけてもいいと思います。いいですか、いただいて。どうぞどうぞ、もっと持ってくればあ、すいません。ハワイの、ハワイのギター、ハワイのギターってわけじゃない。スラックキーってことは、だからスラッキーって結構オープンチューニング、オープンチューニングだね、うん、4分半ぐらいですね。うんうん、多分こういうのちょっと置いといて、そこに置いといたりとか。あ、いいんですか。そうしないと助かります。まあ、さ、こう画面に載ってれば、ね、そこに置いてあります。いいんじゃないですか、そろそろね。うん、ここからは宇宙人としかつラブ&ピース、同じ空の下から EM がつなぐ環境浄化のコーナーです。見返りを求めないボランティアが世の中を変える NPO 法人地球環境共生ネットワーク、通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾート、ホテル&スパ、コスタビスタ沖縄のご協力でお伝えいたします。このコーナーは EM を活用して私たちがすぐできる環境改善を紹介してまいります。まず EM の説明です。 EM は安全で有用な微生物を集めた共生体で、1982年に沖縄で生まれました。 EM には食品の発酵に用いられる乳酸菌や酵母、太陽の光を利用する光合成細菌などが含まれており、自然に優しい農業や汚れた環境の浄化などに用いられています。また全国各地で EM を使った川や海の浄化活動が実践されていて、貝や水草、小魚などが増え、生物豊かな環境が回復した事例が多数見られます。はい、はい、どうもこんにちは。はい、ですね、もうちょっと夏っていうことで、うん、ね、8月、私今日で最後なので、はい、はい、ちょっと今日ハワイアンっていうか、いや、ね、はい、しっとりした気分になりました、はい、ハワイアンスラッキーギターの、あの、オブニバスアルバムなんですけど、うんうん、はい、ハイアンスラッキーっていうのは、うん、あの、オープンチューニングですね。あの、ギターをどっちかというと、ちょっとウクレレのような感じでギターを扱うような奏法なんですけど、まあ、結構ハワイではこう、あの、ウクレレで弾き語りしたりっていうのと同じようにこのスラッキーでやる人もいらっしゃって、まあ、これはインストルメンタルなんですけど。ハワイ独特のものがある、ね。はい、そうですね。いい感じ。はい。で、エクーモーニングデューって言って、まあ、結構、あの、僕もあんまり詳しくはないんですけど、調べたら、まあ、ハワイアンのトラディショナルな結構有名な曲だそうですね。はい、綺麗なメロディーだよね。そうですね。それで何かお聞かせされてます。はい、私の朝露という曲。私の朝露。朝はやっぱハワイというのも梅雨がこうね。ああ、ね。ワイハですね。ワイハワイハ。はい、そんな感じで、また次来るときは絶滅シリーズ持ってきます。そうですね。はい。期待してるから。はい。ということでですね、うん、で、今日はですね、比嘉先生の新しい著書がですね、はい、8月22日、来週ですね、はい、出ることになったので、うんうん、その紹介をしたいと思います。今日、私たちも、私たちが、私の事務所も今日届いたばっかなんです、うん、出版社からですね。はい、もうそれでもう届いて、事務所で見ながら、電車で見ながら、うん、今、紹介するみたいな感じなんですけども、はい、もう三幕出版さんからですね、はい、まあ、ずっと前からもこの本の、タイトルが新中
地球を救う大変革というタイトルで、この企画はずっと前からあったんですけど、なかなかこう構成とかですね、この原稿の差し替えっていうのがずっと続いてて、出版がずれ込んでたんですが、8月22日に一般書店で並ぶことになりました。はい。で、もともとあの、地球を救う大変革シリーズっていうのが 1,2,3 っていうようにあったんですけども、で、最初の地球を救う大変革の1は、もう25万部以上は売れた 大ベストセラーになって、で、まあ、その、続編の2と3というのが出たんですけど、まあ、改めて、もうその、地球を救う大変革が、最初のやつが出たのが1993年なんですよね。もうだから、今から20年ですよね。19年ですよね。古いね。近くになるんです、で、やっぱりそこら辺でこう、あの世の中の状況も変わってきたし、EM 自体も成長してきましたから、もう一度その、あのコンセプトはそのままでですね、あの取り巻く状況、今の状況に即したようなあの内容になってるという感じですね、で、私ももうパッと今読んできたんですけども、やっぱり比嘉先生のお考え方っていうのは、全くその93年の時の地球救う大変革と変わってないというかですね、まあ、あの先生の話をですね、その最近というか、あの一般的の人でこう聞いてらっしゃる方っていうのは、EM の開発者で EM がいいよいいよって言ってる人みたいに思うと思うんですけど、あの自分はもう大学の時から比嘉先生とあの接することができて、長いお付き合いなんですけど、やっぱり私とか長く先生を見てると、やっぱり世の中どうやって良くするかっていうことを常々考えてらっしゃる人で、その中でたまたま自分が開発した EM っていうのが役に立てるから、それを紹介してるっていうだけなんですよね。そう思いますよ。で、その最初の地球救う大変革がやっぱりその25万部も売れる大ヒットになったのは、やっぱりそこなんですよね。そうだと思う。はい。変な商業主義とかさ、そういうもんじゃないから、大義名分って言っちゃ大きいかもしれないけど、そういうところをね、すごく感じます。そうですね。で、そこで、それまでですね、EM ってどちらかっていうのは農業資材だったんですよね。だから、僕も農学部だったし、農業の世界でしか EM って知られてない、農業の一部の世界でしか知られてない世界だったんですけど、地球を救う大変革っていうので、いろんな方に EM 知っていただけるようになったし、で、環境浄化の分野でも多く使われたあの本が出たのはきっかけですし、で、あの本読んで感動して、先生のところで働きたいっていう人がいっぱい、手紙とかが来て、それで EM 研究機構ができたみたいな経緯があるんですよね。あの、新鮮っていうね、お店の、あれもチェーン店っちゃチェーン店なんですかね。はい、それを、EM 研究機構はですね、比嘉先生直属の研究開発をしたりとか、私もそこに所属して、沖縄の会社なんですよね。あれも、この間もね、つで新しく、作ったとこ行かせてもらって、どんどん広がって。EM の商材を売ってるところ、そうですね。そうですね。その元に。新鮮とは違うの？そうそう、違います、違います。新鮮さんとはまた別ですね。新鮮さんは、販売店さんで。なるほど。で、この EM 研究機構っていうのは、比嘉先生の、開発した、研究開発したものをお預かりして運用する権利いただいている会社で、その代わり、その比嘉先生のこのさっき言ったみたいな、世の中良くするという理念に基づいた会社の運用をするっていう、そういう約束関係のある会社で、要するに、比嘉先生の地球を救う大変革を読んで感動した人が先生のお手伝いしたいと。だったら自分の理念を実行する会社を作ろうということでできたんですよね。1994年にですね。で、今私がその会社に席を置きながら、UNET っていうNPO にいるんですけど、その EM 研究校ができたのを受けて、2年後か3年後に UNET ができてる。あ、そうなんだ。そういう流れなんですよね。で、当時から比嘉先生は、やっぱり、この今回のこの地球を救う大変革の中でも、私もこう、パッと今読んだんですけど、やっぱりテーマになってるのは、EM 技術っていうのは当然なんですけど、共存共栄っていう先生の考え方なんですよね。で、やっぱりここの中でも繰り返しその言葉が出てくるし、その、競争っていうものだけのベクトルだけで、社会構造ができてしまってるところにいろんな歪みもあるし、で、また、要するに、この利己的にない社会構造になってしまってるけど、でも競争ってある程度必要ですけど、やっぱりそこからこぼれた人も救う、救済措置というかセーフティーネットも必要だし、要するにやっぱり全ての人が安心して生きていけるような、そういうベースがあった上で競争すべきじゃないかっていうんで、じゃあそういう社会にするためにはこういうふうにしていけばいいんじゃないって具体的な改善策っていろいろ提案されておられるんですよね。そういうふうな内容になっています。この帯
見ただけでもかなりのね、うんうん、でも今までこちらにゲストでね来ていただいた方たちも、はいはい、あの EM をどうして知ったんですかって質問する、大抵、ね、先生の地球を作ったりとか、そうですね、この本で、そうです、多いですよね、そうですね、もうこれで始められた方多いし、またこれを見てその EM の技術的な特徴に注目して、事業化しようって始められた方もやっぱり結構いらっしゃったと思うんですよね、それでかなり裾野が広がって、今に至っているような感じですので、でもやっぱりね、改めてその地球を救う大変革っていうタイトルで、マシンっていうのをつけて、あの出された本なんですけど、やっぱりその当時と違って、あの実証例がやっぱりたくさんあるんですよね、あの頃は EM っていう技術の可能性はこうだよ、で、世の中をこういうふうに変えていくことできるよっていうふうなことを提示して、で、その考え方とか、あの世の中良くするっていう発想論は全然ブレてないんですけど、こういう可能性があるよっていうものが実際に実証されてきてるから、だから前はこう可能性で終わってた話が、例えばここにはこんなものがあるっていう実際の事例がついてくるんで、結果としてもう出てる、そうですね、あの説得力のある内容になってるんじゃないかなと、やっぱり20年経って、先生がずっと一貫して継続してやってこられたことっていうのがこの本の中に集約されてるな、実績として残ってきてる、はい、感じますね、はい、それはすごい、ワクワクしますね、まだ読んでないけど、ね、まあ、今日から読み始めよう、ね、見ましょう、そうですね、あの、店頭に並ぶのは22日からになりますので、今月22日、はい、はい、そうです、はい、ね、はい、皆さん楽しみに、ね、皆さんも興味ある方多いと思うんでね、そうですよね、そうですね、それでちょっとまああれで、あのこのですね、この今回この本について先生はもう全部印税はあの自分の手元に入れないっていうことで、あの、まあ、うちのユーネットの NPO の、あの、震災復興支援の活動に費用に当ててくださいというふうなことでご宣言いただけてますので、またこれを買っていただければその分ですね、私たちあの福島の、あの放射の対策の支援をやってますので、それにご協力いただけるということにもなります。いいですね、ね、素晴らしいですね、まあ、これからまた反響も出てくるでしょうね、そうですね、イベントの告知はいいですか、お願いいたします、お願いしましょうか、お願いします、ですね、まあ、先週も紹介したんですけども、9月の2日にですね、東京会話町でですね、あの食育に関するイベント、あのこれあの EM 生活さんがですね、主催で行います。それであのいつもとあの紹介している食育とか、あと生ゴミリサイクルのことを子どもたちに教えている、そういうエキスパートの吉田俊道さんとか、あと以前この番組にレギュラーで、ね、定期的に出てもらってた田中芳美先生、それから保育園で食育のこととか教えてくださってる園長先生の方とかですね、あと EM 生活の職員の方とか、そういった方々が講師になって、それであの子どもを育てていく上で、やっぱりいい食材で育てるっていうことの大事さとか、まあ、じゃあどういうふうにして EM 食材をあの手に入れたらいいのかとか、そういったことに関してのお話が盛りだくさんのイベントですので、ぜひですね、あの親子でですね、参加してほしいっていう趣旨になってますので、まあ、興味ある方は EM 生活さんのホームページにアクセスしていただければ、申し込み書とかもございます、ね、いいですね、楽しみですね、子供と一緒に参加できるっていうのはなんかすごくやっぱり、いいですよね、そう、だってこのね、志賀先生の言ってることも未来につながるわけですから、そうですね、子供たちのためですよね、はい、そうです、はい、これ参加無料っていうのがまたとても、嬉しいです。そうですね、やっぱりそれにやっぱりこれからますます食べるいい食べ物っていうものが、あの選ぶのが難しい時代でもありますから、その大事さで、きちっと選べることの、あの知識を持つという意味でもいいイベントだと思います。そうですね、はい、意識高まってるからね、はい、そうです、知らないと損しちゃうけど知ってて損することはないですからね、そうです、本当にそうですね、はい。で、今月のプレゼントの、は、縦横ピッチャーなんですよね。そうですね。はい。はい、水を入れるですね。まあ、ポットみたいな。ポットっていうか、あれはピッチャー。ピッチャーですね。キャッチャーじゃない。キャッチャーじゃない。EM の水が作れますので、はい、ぜひぜひ、これ私も本当に愛用してますので、はい、ご応募ください。じゃあ実証済みだ。実証済みですよ。はい、健康ですよ、私。はい。プレゼントのご応募は、ファックスですと 044-711-1400 です。E メールですと kst@kawasakifm.co.jp です。おはがきですと郵便番号211-8566、川崎 FM で OK ですよ。はい、内海敏勝ラブ&ピース、縦横ピッチャー、水差しでも何でも、書いてください、住所氏名電話番号お忘れなく、1名様ですからね、急いだ方がいいね、はい、よろしくお願いします。
はい、来週は柴さんに、ね、来週、そうですね、あの、三重のですね、あの、はい、ゲーム使ったゴルフ場のツーカントリークラブ。はい、はい、はい。お会いしましたよ、ね。終わったんですか。はい。で、来週にはちょうどもう内海さんの資料もまたすり上がってできてる。ああ、そうですか。そうですね。はい。はい、あ、ありがとうございます、はい。はい、どうもありがとうございました。はい、では、次のコーナー行きます。いいっす。ありがとうございます。じゃあ、これも置いときます。あ、お願い。セポヘッド筋30年横浜の